Thank you.
はい、そんなわけで小坂隼人ビスポーク分解してみた、いかがだったでしょうか。分解してみたと言っておきながら、右側の身頃のみの分解となったので、半分の分解、半分解になってしまいました。左身頃を分解する気力はもう残ってません。もうやりたくないです。そういえば半分解と言ったら、長谷川さんの半分回転、彼とは何度かお会いしていることがあるのであるんですけども、若いのにマニアックで洋服にかける情熱は半端なく、簡単、安い、便利が幅を利かせる洋服業界にあって、真逆を行く洋服を紹介する異端というか仲間です。 YouTube でも半分回転の一部、上げてますので、ぜひ、ご覧になってみてください。話は戻しまして、分解してみての感想としては、まあ、お笑いコンビマシンガンズ、ちょっと懐かしい、知らない人もいると思うんですけど、めんどくせえめんどくせえマックスめんどくせえ並みに面倒でした。もうやりたくないですね。コースが多いのに全然進みません。動画も編集が多くて全くもって効率の悪い作業でした。そんな楽屋物の話はしない方がいいんですけど、実はこよなくはジーンズを 2,3 本解体したことがあります。ジーンズの解体に少し、まあ、プラスした時間がかかるぐらいかなと、思っていたんですけども、結果としては倍以上かかってしまいました。なんでかなって考えてみたところ、2つ考えられるかなと思います。1つ目、トラウザーズですので、ジーンズと比べて部品点数が多い。で、2つ目、部品点数が多いので運針数、要は縫い目が多い、これです。特に運針数についてはジーンズですと1センチの間ところに縫い目が3つぐらいあるんですけども、こちらの小坂隼人ビスポークは1センチの間に少なくとも縫い目が7つ以上、場所によっては細かすぎて数えきれないぐらい縫い目がありました。それを解くとなると縫い目の3つの倍以上なので、作業の方も倍以上かかるというわけですね。半分回で止めた理由がお分かりいただけたかと思います。小坂隼人ビスポークを分解して分かったことの結論なんですが、とにかく手間暇を惜しまない作り、そして分解しても美しいです。何度も何度も言っておりますが、とにかく手間暇かかってます。分解してうんざりするほどです。お値段以上の労力がかかっていると思います。そして分解してアイロンを当てて並べたら、これがまた額縁で飾りたくなるぐらい美しいんですよね。ちょっと見惚れしました。これでまた酒が飲めるぐらいです。ということで、分解してみたは以上です。面白いなと思ったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。服飾探求家、こよなくでした。またバイバイ。